皆様こんにちはキャリアコンサルタント資格講座説明会を始めてまいります私はレック東京リーガルマインドキャリアコンサルタント課の西脇直子と申しますレック専任講師としてキャリアコンサルタント養成講座それから二級の技能検定の対策講座も担当していますではこれから資料を使いましてキャリアコンサルタント養成講座の ご案内ですとかキャリアコンサルタントそのものの資格やお仕事の内容などについてお話を進めていきたいと思います今日の主な内容ですはじめにキャリアコンサルタント養成講座を実施しているレッ c 東京リーガルマインドについてのご案内をいたしますその後キャリアコンサルタントとはであったり活躍の舞台などについてのご案内そして国家試験の概要 レックキャリアコンサルタント養成講座についてのご案内受講料などもこちらでお知らせいたしますそして合格後のサポートとして NPO 障害学習という団体についてもご紹介します改めまして最後にスケジュールと受講料のご案内このような流れで進めてまいりたいと思いますまず初めに REC 東京リーガルマインドについてのご案内ですレックは 学ぶスキルアップをする働くライフキャリアを築いていくこれらを一貫してサポートしている会社です。資格のレッグや合格ののレレッッや合としてご存知の方もいらっしゃるかもしれません一番左上のキャリアアップ事業としてさまざまな資格試験の対策講座を行っています。それ以外にも、 その1個下保育福祉関連とありますけれども児童や子育て支援についてもえ自治体などからの委託を受けて事業を行っていますさらにその下リカレント教育、まあ、障害学習まさに NPO 障害学習という名前の団体で資格を取った後の活躍をどのように推進,推進していくのかそのサポートをしている団体もあります。右側 ブルーで囲まれている公共事業とありますこれは自治体などからの委託を受けて行う事業でキャリアコンサルタントに関しては厚生労働省からの委託を受けて就職支援事業やセミナー案件などを数多く行っていますそれからライフキャリアの領域では REC は婚活事業としてプロマリッジという名称で活動もしていますはい、それでは キャリアコンサルタントとは何かについてお話を進めていきましょうキャリアコンサルタントとは、まあ、一言で言いますとキャリア相談のプロフェッショナルと言えます就職や転職キャリアアップなどを支援して自分らしく生きるをサポートする人を支えるお仕事です2016年の4月に民間資格から国家資格になりました それによりまして、資格に対する信頼度も大きく向上しました。実務に従事されている方も、プロとしての知識やスキルがあることを資格を通じて証明することができるようになっています。そして、キャリア分野で活動する方にはもはや必須の資格と言えます。実務に従事していらっしゃる方についても、資格を取ることでご自身の仕事の幅を広げていただけるはいということでお勧すすめをしています。 キャリアコンサルタントを取り巻く環境の変化についても確認しておきましょう。まあ、代表的な社会の大きな動きについて左側の上に取り上げています。バブル崩壊、リーマンショック、そしてコロナショック。はい、えー。このバブル崩壊の後なんですけれども、キャリアコンサルタントはリストラによって再就職支援が必要な方々のサポート役として活動しました。 そこでキャリアコンサルタントという仕事の認知度が高まっていき徐々に浸透していったそんな流れがありますそうした中で2001年にはレック東京リーガルマインドでキャリアコンサルタントの養成講座がスタートしましたそして2002年には厚生労働省がちょっとこれ名称ね難しいんですが職業能力評価試験として養成講座をしていたしまして、えー 指定された団体の講座を終了して試験に合格した方は標準レベルキャリアコンサルタントと名乗って仕事をすることができましたその後2008年には国家検定制度がスタートしまして2級や1級の講座ができたのはこれ以降ということになりますこの頃厚生労働省はキャリアコンサルタントを10万人にまで増やそうという要請計画を発表しています まちょうど2008年というのがリーマンンショックのタイミングにあたりますこの頃からキャリアコンサルタントは再就職支援や就職支援に加えまして非正規で働いている方々を正社員として就職に導くそうした役割も担うようになってきまして活動の幅がさらに広がったということが言えます。 厚生労働省のこの10万人養成計画で厚生労働省が達成したいと思っていることというのは企業の中にキャリアコンサルタントを入れていく、まあ、企業内で活躍するキャリアコンサルタントを増やしていかなければならないそうした中で2016年の4月にキャリアコンサルタントが国家資格となりました民間資格から国家資格への移行ということですね。 で記憶に新しいところで2020年コロナショック、ね、というのがありましたえこうしたえ社会のさまざまな動きを経まして今まさに激変すするる、ね、状況とと言えると思います書いてありますけれども1がえまずデジタル化とかオンライン化が進んでいますね。AI ももとっててて今あの浸透ししてきていますし チャット GPT というね新しい対話式の AI なども出てきていましてこの先の社会の変化どうなっていくんだろう多分この先も大きく変わっていくんじゃないかなと思われますよねそして丸に政治経済働き方の変化特にコロナショックでは働き方に大きな変化が見られたかと思いますリモート勤務在宅勤務ねこうしたものも普及してきました 丸さんとしましては価値観の変化生き方の最高これもコロナの影響大きかったんじゃないかと思いますご自身の人生これでいいのかなと見直しをされた方いらっしゃいますよね価値観もここでガラッと変わったそんな方も多いかと思いますまあ、こうした今の社会の状況を見ますと自らキャリアを作る時代が到来したと言えるのではないでしょうか会社に頼って会社の中の研修 を受けるだけではなく会社に委ねて生きていくのではなく自分自身が一人一人がキャリアを作っていくこういう時代になってきたのかなというふうに思っていますこうした中でキャリアコンサルタントはじゃあどのように活動していったらいいのかそのあたりをこの後でお話ししていきたいと思いますちょっと一旦ここでキャリアコンサルタントの資格制度の体系について確認しておきたいと思います まず一番下、キャリアコンサルタント試験合格前とありますけれども今ちょうどガイダンスを聞いていらっしゃる皆様がここに該当するのではないでしょうかこれから養成講座を受講してキャリアコンサルタントを目指そうかなと思っていらっしゃる方ですねそして二段階目のキャリアコンサルタント養成講座を終了して国家試験に合格してキャリアコンサルタントと名乗って仕事を始める段階ですそしてその上にはさらに 国家検定という制度がありまして2級の技能士1級の技能士というようにどんどんご自身のスキルを上げていくことによってステップアップすることができますと上位資格を目指して合格していくさらにご自身のスキルを上げていくこんな資格体系になっています。